やってるっていうのがすごいちょっと最後のライブでめっちゃ感慨深いなって感じなんですけどせっかくなんでちょっと追われる代だけカラッとメンバー紹介をちょろっとするね。じゃあ追われる人だけ。じゃあギター、デンジロー。やられました。イエーイ。はい、ちょっと今バタバタするけど、今度こっちだけどね。トロンボーン、ポリピー。はい、で、アンナちゃんがいるんだけど、一瞬じゃ、オントロンペット、アンナちゃん。はい、そして、マイメンの また就活だけど、はい、オンドロイズ、ヤゲタタクミ。あと、うちのペンキースの人たちが、そう、みんなそのペンキースの、他のペンキースの、ちょっと MC 攻撃だから、あ、来てくれ、そうかし、結構私の代、まだね、今年就活やったり、来年卒業の人が多いんですけど、私ってない、でもなんか本当に上の代も下の代もマジで大好きで、本当にめっちゃいい仲間と会えたというか、おい、のど聞けよ。とにかく、ね、この4年間本当にいい時間を過ごさせてもらって、まあ、ここでやった曲とかおじいちゃんおばあちゃんなって思い出して、でなんだなって、すごいどの代もそうですけど、ね、すごいありがたい時間をいただいて、そういう思い出を作れるような瞬間を皆さん頑張ってくださいね。下の代に最終学歴、はい、最終学歴でいいって感じか。ということで、あと3曲なんですが、卒業しないのか、夏日大丈夫。
卒業しっとりしたブルージーとかな曲をやります。